ナショバズキーは、アメリカ合衆国のサラブレッド競争馬。4歳という非常に遅いデビューから、半年足らずで GI 優勝馬となった。バッシュウォーレン・ウィリアムソンによる、自家製サンバ。幼駒の頃に、肝骨を痛め、その治癒に長期を要したために4歳以上の1月という、非常に遅いデビューとなった。クレメント・エル・ハーシュエイチ初戦は、カリフォルニア州サンバ限定の未勝利戦で、 ギャレット・ゴメスの起乗により勝利を挙げると、ここから3連勝。4戦目にオールウェザーの GII、ミレーディブリーダーズカップハンデキャップに挑んだ。新たに17歳のジョータラも安定に、僅差ながら勝利して、重傷を発生派。続く GI のバニティ・インビテーショナルハンデキャップでは、ナイラチ沿いの最短距離を通って抜け出すと、そのまま後続を抑えて優勝。 デビューわずか半年足らず、無敗の5連勝で GI を制した。その後、GII クレメント・エル・ハーシュー・ハンデ・キャップ、GI ・イエロー・リボン・ステークスと連勝し、7連勝で、欧米芝路線の有力牝馬が集まる、ブリーダーズ・カップ・フィリーメアターフに臨んだ。無敗のブリーダーズ・カップ制覇への期待から、オズは、イギリスのパッセージ・オブ・タイムに次ぐ2番人気に支持された。ところが、 レースでは終始不良馬場の最も荒れた部分を進み、直線で一旦は足を伸ばしたがその後すぐに失速して4着と破れ、レースは11頭立て8番人気のラフルードが優勝するという波乱となった。この敗戦により連勝は7で止まり、この年のエクリプス賞を受賞も逃したが、代わりにカリフォルニア州サラブレッド生産者協会より、同州の年度代表馬に選出されている。 年が明けて2008年、初戦の一般競争は2着。続いて、オールウェザーで行われる、GI 競争、サンタマルガリータインビテーショナルハンデキャップに出走。全然そう、前走で、やや制裁を欠いていたが、それを感じさせずに後続に4馬進反差をつける。圧勝で、GI3 勝目を挙げた。これが、最後の競争となった。 5月28日、ハリウッドパーク競馬場内で馬房の壁を蹴った際に、左後ろ足を骨折し、安楽死処分となった。祖母グリースマインは、フランスの G1 サンタラリ賞など重賞2勝。その範囲モとコストローマは、ナショバズキーも勝利した、イエローリボンステークスを含む、G1 競争3勝を挙げている。ありがとうございます。